サイバラ。サイバラとは、平安時代に流生した古代歌謡。元来存在した各地の民謡、風俗家に外来楽器の伴奏を加えた形式の歌謡である。還元の楽器と、尺拍子で伴奏しながら歌われた歌い物の一つであり、多くの場合遊園や祝宴、娯楽の際に歌われた。語源については、孫歌や当楽から来たとする説などもあるが定かはない。 サイバラは、平安時代初期、庶民の間で歌われた民謡や、風俗家の歌詞に、外来の楽器を伴奏楽器として用い、新しい旋律の掛け合い、音楽を発足させたもので、九世紀から十世紀にかけて流星した。流星の例としては、第五天皇の時期、八百九十七から百三十、二、サイバラと還元を合わせた。 音楽体系が一定の様式に定まり、天皇や苦行、天上人が、演奏者として合奏や唱歌を楽しむ、女優、義を優が、宮廷で模様されるようになったことである。もともと一般庶民の間で歌われていた歌謡であることから、特に旋律は定まっていなかったが、貴族により、画楽風に編曲され、大歌として宮廷に取り入れられて、画楽器の伴奏で割れるようになると、 宮廷音楽として流行した。齋原は、画学として組み込まれてから何度か符の選定が行われ、平安時代中期には、律及び、呂の2種類の戦法が定まった。歌詞は、古代の素朴な恋愛など、民衆の生活感情を歌ったものが多く、四区切れの瀬道家など様々な歌詞の形態を成している。齋原の歌い方は流派によって異なるが、伴奏に、 尺病死と琵琶、学琶、宋、蝶、七力、流敵、山和笛、かぐら笛など感楽器、弦楽器が用いられ、舞は伴わない。また、こと、和言が加わることもあった。室町時代には衰退したが、現存のものは十七世紀に古風より復元されたもので、ある。西原の歌詞を集裁している文献には、以下のようなものがある。の語源については、 様々な説があるが、列挙すれば、がある。なお、折口忍は、サイバラは直接には、カグラ歌の、前、超、サイバリ歌群を母体として発生したものであると、している。サイバラの演奏は、苦闘、ソリストが、尺拍子を打ちながら自由なリズムで読唱し、それに続いて、全員で清唱し、伴奏も、他のが楽曲とは異なり旋律部分を奏する形で、 進行する。この時、伴奏楽器、不物は、白節的なリズムによって加わる。律の齋原、律花が、表情、E、美の音の主音、Q と称するにとって歌われるのに対し、律の齋原、律花では、主音は早朝、G、ソに取られる。それゆえ、律花に先立っては、その主音が属する表情の音トを、 旅家に際しては早朝のおとどりをそうすることとなっている。以下のような曲目が知られている。大上界でそうされる、雪、月の風俗化が祭原として取り込まれる例がある。マガネブキ、ミマサカなど。またこの他に遺説として、連中章は、立ツに、千年行、千セフル、朝なり、朝屋の二曲、旅家に、よろズ鏡山、高島、長沢の四曲を掲げている。 他に、男どうかの際に歌われる、木の鴨曲、何そも、そ、何ぞもそもなどがあり、また、教訓章にも、アンハと、アンハのとという曲名が見える。師匠は、五七五の短歌体に、反復や林言葉を交えたものが多い。うつほ物語祭り師の巻には、大君来まさば、我が家の声ぶりに短歌、底深き淵を渡るに、水巡査を長き心も、 人やらんを当てて歌い、異世界の声ぶりに短歌、人はいさわがさっさおの及ばねば深き心を一人とぞ、思うを当てて歌った。あ、サイバラの中には、東学、高来学との同音関係が指摘されているものがある。その組み合わせを示せば、となる。ただし、このうち、敬明敬明楽、陽山法洋楽、走り、漢中、庭生。 木春楽の動音関係は認めがたいとする見解がある。齋原は民間の利用や流行歌の類いが貴族の宴席の歌い物に取り入れられたものである。この中には貴族の新作和歌や新年の画家も加わり、また大上界の風俗歌が入っている。室町時代の学書、大現賞には風俗は齋原よりは述べて歌うべし、風俗は表紙あり。 多くは、サイ拍ラなりの記載があり、両者の楽曲の類似性が示唆されるほか、現代に伝わる歌詞の内容も、ほぼ同類であって、風俗家とサイラとは互いに、極めて近い性質を持っていた考えられる。ただし、風俗家が東北を起源とする歌謡であるのに対し、サイラはよりとに近い地方を発生地とすることが明らかとなっている。日本書期天武4年。 675年上には、大和の河内、摂津、山城の、張馬、淡路、丹波、田島、大海、若狭、伊勢、美野、尾張等の諸国から歌をよくする男女が、朝廷に貢ぎされたという記事あり、藤田徳太郎は、これらの国名が、西原の歌詞の含む国名とほぼすべて一致している、ことを指摘している。このことより、 古来朝廷との交渉が密であった上記の諸国は一度のみならず、俗家を建て祭っていたものと推定され、西原は、このような、長く繰り返されてきた観光の後、地方出身の歌謡が、外来音楽による編曲を受けたものであろうと、考えられる。西原はまた、神楽の余興としても歌われていて、大将、前割、早歌、増加の類は、 サイバラに起源を持つとする見解がある。カグラ歌の大前割をサイバラ曲と表記した不本があり、家庭説付本には、大前割下半でおサイバラは、帰り点と指されている。また、カグラ、そのコマについて、吉野吉水院学書では、本サイバラなりと記され、朝倉について、英局長には、 朝倉齋原の音にして三段に唱うと記し、神楽府には、朝闇吹き返し齋原病史は、帰り点と記されていて、神楽と齋原の禁煙性が示される。上述の通り、織口忍は、齋原は、神楽歌における、前張り歌群を直接の腹として発生したもので、あるという見方に立っている。その多様な歌詞内容から考慮して、齋原は、奈良時代の末から、 平安時代の初めにかけて発達、成立したものと考えられる。それが宮廷家用として画学化されたのは平安時代前用と推定される。西原の文献資料における書室は日本三大実録上元元年859年10月23日上に84年で皇居した少子の広い情が西原バ化をよくされたという記事である。資料の検討より 西原流行の一頂天は、それより20年、内し30年遡った、人形天皇、在位、天朝10年、833年、歌唱3年、850年の時代にあったと考えられる。西原の中の古歌は、学が万葉集巻12にあり、葛城のは、公認天皇、在位、法棄元年、770年天皇元年。 七百八十一年、即位の時の同様で、俗に本記、日本霊域にある。また、妹の門は、万葉集巻十一にあり、下工は、古今六条にある。機内をはじめ三河、越前、尾り伊勢などの民謡と思われる歌が多くは言っている。上に述べたような歌謡が、上岸年間、八百五十九年から八百七十七年、頃に一つの書物にまとめられ、ついで、 藤原忠房によって演技二十年、九百十九年頃潜伏され、以後、平安中期には当家及び元家によって英曲として伝承された。藤家より源家の方が盛んに活躍し、西原の名人は元家の方に多く出たとされる。しかし、藤家と元家とでは伝えられる曲に違いがあり、平安時代後期には若干ではあるが六十一曲の、 うち廃曲がすでにあったと言われる。なお、冴原の曲名は、長宝3年、1001年文献書室の紫式部、源氏物語の巻名にも、廃止、揚げ巻、あずまやなどとして採用されている。蕎麦天皇は冴原を好み、祖父である、白川法皇の60歳の祝いの席で演じている、中浮天栄3年3月18日上及び、古今著文集還元株第7。 サイバラは、宮廷芸能として、長く続いたものの徐々に楽曲が減っていき、室町時代には廃滅の危機に瀕し、戦国時代にはほぼ廃滅した。しかし、江戸時代に入ると復興が図られ、寛永3年、1626年9月には、徳川秀忠上洛の際、小水能天皇が、四つ辻末次に対して、御事とのりを下し、異世界が復興された。天羅2年、 1682年2月にも、犀原の絵画も用されて、売師などが復興されている。1876年、明治9年宮内町落部の選定局として、旅家の安明村、むしろ殿、美の山、山城、立家の異世界、行位の計6局が、また、1931年、昭和6年には、三ま坂、田中街道、大里、 同ソの四曲が再考されて追加された。原稿曲は、宮内町の雅楽公演などにおいて、還元演奏の合間にそうされることがある。サイバラは、中世においては、サイバラの作り替えの歌が、寺院の方へなどで歌唱された。例えば、青柳は、青柳を固いとによりてや桶やうぐイスの桶やうぐイスの、ヌーという傘は、桶や梅の花がさを BR、極楽は火を燃え、 二層身に寄せてや思えその荘厳、飾りめでた、水を見て、瑠璃の池に、思うおかけよ深き駅、役ありや灯体、異世界は、伊勢の海の清気なぎさに潮間に名乗りそやつまむかいや十、ハムや玉や十ハムやを BR、瑠璃の地の子立ちめでたや宝の池の黄門の浜ごとに、玉や十ハムや玉や十ハムやのように立った。このように中世には、雅楽は放落に用いられることが多かった。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。